準備を怠らないようにね。よし。せっかくだから綺麗な着物をお土産にしようかな。織田信長、いちごパンツで本能寺の変。1582年だから、いちごパンツ、か。天正10年6月2日、本能寺の変が起きる。って、これじゃあ本能寺で何が起きたか全然わかんないし。大体、織田信長にも失礼だよ。戦国時代の武将が、いちごパンツなんて履いてるわけないでしょ。だから暗記だけの語呂合わせって嫌いなんだよな。こんなの覚えられるわけないじゃん。ねえねえ、つむぎ。帰りにみんなでカフェに寄っていくんだけど、つむぎも一緒に行かない？ああ、ちょうどいいところに来た。ねえ、本能寺の変って何が起きたか知ってる？え？知らない。だってそこ、まだ授業で習ってないところだもん。そうだったっけ？じゃあ私だって知ってるわけないじゃんね。いやーでも期末テストの範囲には入ってるっぽいし、今から予習しておくべきか。どうしようかな。なーに？居残りでテスト勉強？勉強なら家に帰ってからすればいいじゃない。もちろん家でもするよ。でもあんまり早く帰るとおじいちゃんが剣術のお稽古しろってうるさくて。ああ、つむぎのおじいちゃん、道場を継がせようとしてるんだっけ。道場って言ったって、門下生もいないのよ。今の世の中、剣術じゃ食べていけないもの。剣術よりも日本史のテストってわけか。現実は厳しいね。そういうこと。だから今日はごめん。みんなで行ってきて。ま、しょうがないか。次は絶対に付き合ってね。それじゃ。うん、ありがとう。私の分まで楽しんできてね。はぁ、私もカフェ行きたかったな。おっと、ダメダメ。せっかく誘惑を振り切ったんだもの。勉強に集中しなくちゃ。ご褒美やテストを乗り切った後ってことで。よし、真面目にやるぞ。教科書を用意してっと。で、いちごパンツの織田信長さんか。この人も漫画とかドラマによく出てくるよね。実際はどんな人だったんだろう。歴史の教科書のどこを開いても戦争の話ばっかり。飽きないのかな。みんなでおしゃれなカフェで話し合えばいいのに。やっぱり戦争なんてない方がいいよね。とりあえずは戦国時代に生まれなくてよかった。調律の巫女よ、調律の巫女の末裔よ。誰？教室には私しかいないのに、どこかに隠れてるの？いたずらのつもり？魔王に会うのです。何？私に言ってるの？よく聞こえないよ。ああ、眩しい。何なのこれ。キャー。で、気づいたら本能寺にいて信長さんと会ったの。あとは伊代ちゃんも知ってる通りかな。伊代ちゃんと一緒にいた子たちとも離れ離れになっちゃったし、あの二人無事だといいんだけど。あの二人なら心配ないと思います。私なんかよりずっと優秀な忍者ですから。
身のこなしを見て一目ですごい人たちだって分かりました。そうなんだ。なら先に自分たちの心配をした方がいいのかも。今だって何が何だか夢なのか現実なのかも分かんないくらいだよ。巫女様が混乱なさるのも仕方ないと思います。でもこれは夢ではありません。現実の出来事です。現実。じゃあ聞きたいんだけど、さっき会ったおじさんって本当に織田信長さんなの？本当の？という言葉の意味がよくわかりませんが、巫女様がおっしゃる通り、あの方が織田信長様です。それにさっき本能寺とか言ってたよね。今って何年の何月かわかる？はい、天正10年の6月2日です。天正10年って1582年だったはずだよね。あの語呂合わせが役に立つとは思わなかったな。じゃなくて、私は今本能寺の変の真っ只中にいるってこと？いや、まさかね。あは、あはははは。あの、巫女様がお聞きになりたかったことの答えにはなっていないかもしれませんが、でも今のお話を聞いて一つだけ分かったことがあります。分かったこと？巫女様はやっぱり調律の巫女様だってことです。今の話でどうしてそうなるの？その誰かわからない声は確かに調律の巫女って言ったんですよね。多分そうだと思う。なんて言ってるのかよく分かんなかったんだけど、イオちゃんたちが調律の巫女って言ってるのを聞いて、ああ、あの声はそう言ってたんだなって。でもそれだけで私が調律の巫女だって決めつけるには根拠としてあやふやすぎない？そんなことはありません。私は未来から調律の巫女様がやってくるってお告げを受けました。鋼さんも小耳さんも同じです。それに夢のお告げの中で私見たんです、巫女様のお姿を。珍しい西洋のお召し物を着てらっしゃいますし、歌舞伎物ってよりもうつけ物って感じの髪型も忘れるわけがありません。うつけ物？ああ、アホ毛ってことか。これいくらセットしても跳ねちゃうんだよね。失礼しました。あの、私にとってはうつけ者って褒め言葉なんです。尊敬する信長様がそう呼ばれてたので、あの、その。いいよいいよ、気にしてないから。そうよね、戦国時代の人から見たら確かに珍しいよね。失礼なことばかり言ってしまって。ああ、私ってなんでいつもこうなんだろう。気にしてないってば。そうか、それぞれの話を総合すると私が調律の巫女ってことになるのか。でもな、だとすると困ったな。困る？何がですか？あの、一応聞くけど、これってマジな話なのよね？マジ？ってどういう意味ですか？なんて言えばいいんだろう。嘘とか冗談じゃなくて本気の真面目なことって感じかな。だったらこれ以上ないってくらいマジです。そうよね、イオちゃんが嘘を言ってるんじゃないのは私にもわかるもの。でもそうすると私が蘇りつつある魔王を倒すってそういう話になるんでしょ？はい、巫女様のおっしゃる通りです。じゃあさ、私が仮によ、その調律の巫女だったとして、その魔王が蘇るのを止めるために具体的に何をすればいいの？っていうか、大体魔王って何なの？私にもわかりません。私、お告げに従って本能寺へ来ただけで、他には何も知らなくて。
マジ？はい、マジです。やっぱり夢だったことにならないかな。お役に立てなくて申し訳ありません。これ以上恥をさらすわけには参りません。今すぐ違い用の毒薬を飲み干しますので、しばしお待ちください。うわあ、やめてやめて。せっかく前向きに考えてみようと思ったのに、そんなことされたら今この場で心が折れちゃう。でもた、多分他の二人が詳しいことを知ってるんじゃないかな。私たちも無事だったんだし、きっとどこかにいるって。ほらイオちゃん、一緒に探しに行こう。はい、私精一杯巫女様のお役に立ちます。
進もう。ヤッホーと、敵が出現しました。周囲を警戒しましょう。準備を怠らないようにね。よし。巫女様、それは何ですか？あ、ごめんごめん。これはスマホ。って言っても、わかるわけないよね。通話はできないし、どう説明したらいいんだろう。そうだ。これはね、思い出を残すことができる道具なんだよ。こんな感じで、風景を絵にしてくれるの。すごい。思い出が絵になるなんて。すごい道具です。さすが巫女様です。写真って言うんだよ。一緒にやってみる？え、そんな恐れ多いです。いいんですか？もちろんだよ。大げさだな。ちょっと待ってね。今カメラを。巫女様。はい。記念すべき巫女様との初めての思い出です。せっかくなので意味のあるものにしたいです。うん。巫女様との初めて。そうだ、一緒に特訓しませんか？特訓？巫女様はまだ戦いに慣れていないご様子。僭越ながらどこかで私の技をお教えしたいと思っておりました。それを二人の最初の思い出にしたいのですが。
メでしょうか。え、うん、構わないけど。よかった。では巫女様、早速武器を持ってください。ちょっとイオちゃん、巫女様、お疲れ様でした。イオちゃん、意外とスパルタなんだね。スパルタ？ものすごい先生ってことだよ。そんな、嬉しいです。巫女様、これで思い出が一つできましたね。うん、これからもたくさん思い出を作っていこうね。はい。麦お姉様、何をされてるんですか？今頃友達は何してるかなって思ったら画像を見たくなってね。紬お姉様との思い出がたくさんありますね。ちょっと見せてください。いいよ。はっ、頬と頬が触れ合っています。これは後ろから抱きしめられています。これなんか大変な格好になっているではないですか。いや、女子校だから遠慮する必要がないからね。まあ若気の至りだと思ってくれれば。あれ、イオちゃん？紬お姉様。はい。特訓です。今すぐ特訓の準備をしてください。どうしたの？いいから準備をしてください。なんだかわからないけど、今日は素直に従った方が良さそうだ。あれ、もうおしまいですか？うん、あんまり使ってると使えなくなっちゃうんだ。私は紬お姉様との思い出をもっとたくさん作りたいんです。イオちゃん、作りたいんです。じゃあまた近いうちに思い出作ろうよ。特訓しながら効率的にね。はい、絶対の絶対ですからね。うん。今日のイオちゃんはガシガシ来るな。静止画じゃなくて動画を見せていたらどうなっていたんだろう。